カズレーザーと松陰寺のチルルーム心霊体験。最近あのやっぱ動画コンテンツで心霊ものはすごいですよ、ね、増えてるね。めちゃめちゃみんな好きなんですよ。なんか一回テレビでさ心霊番組バーってなくなった後にさ、なくなりますね。ね、心霊系の YouTube 増えたよね、また。いや、やっぱ需要がめちゃめちゃあります、ね、だって昔からあるもんですから。嫁めちゃめちゃ見てるもん、いろんな。ああ、俺も結構見ますね。あ、そう、はい、信じてはいるの。いや、やっぱ俺 嘘つきの話聞くの好きなんですよもうやめなさい、トゲあるな。いやいや、俺はこれは本当に本心から言ってます、うん、ああ、そう、はい、嘘つきだと思ってます、心霊。はい、あの、あ、いや、これは嘘を言って評価されるって、うん、これ芸っていうものの原点だと思うんですよ。なるほど、漫才もそうじゃないですか。確かに全てが作り話を言って評価されるっていうことにめちゃめちゃ即してるから、俺結構俺学ぶことが多いんですよ、心霊ものって。心霊体験芸だよ。いや、そうなん、そういうことだね。いや、だから俺も心霊なんて言いないと思ってるから、はい、で、どっちでもそこは正直どうでもいいじゃないですか。確かにどうでもいい。別に、はい、エンタメとしてはそこいいよね。そう、一個度外視してで、それがいいな。ただ、あ、なんだろうな、説得力の大小だと思うんですよ。ああ、なるほど。やってることってなんだろうな、考察系サイトとかと俺同じというか。ああ、なるほど。その説得力を楽しむっていう形は俺ほんと同じだと思うんですよ。でも、嘘ついてんなと思って見てんでしょ。そうですよ。でも俺が好きな人は基本的に嘘ついててもいい、嘘つ、ぶっちゃけ嘘なんですよっていうのをどっかで隠してないんですよ。ああ、そうなんだ。あの、はっきりこれマジであった話なんですけどっていうやつは、うん、もうマジかやってますこいつらすげえなと思います。だいたい心霊系の YouTuber ってマジであった話なんですけどで入るじゃん。いや、でもそれはもう笑うよ、こっちも , 笑ってんだ、あれ。笑いますよ、それは。へえ、それは嘘なんだから。いや、だから怖い話は俺やっぱ、あ、喋りが上手い人が多いんで、じゃあすげえなーって思います。心霊体験はしたことない。ない。ない。だから怖い話とか作るのめっちゃ好きです。怪談話。怪談話作るのすごいです。それをリアルっぽく、本当の。あ、リアルっぽいやつが。へえ。いっぱいありますよ。ああ、そうなんだ。じゃあ、あの、あれじゃない？そのなんだっけ、どうせでしょ、昔から心霊の話する人。稲川さん。あ、稲川さんの DVD とかの昔見たことあるけど、はい、怖いよね。怖い。めっちゃ怖いよね、稲川さんが怖いから、もう危機迫る。すごいから、稲川さん、あれ怖い。カメラもこっちで振ったりこっちで振ったりして怖いよね、あれ。あれ、これここでは喋ってないかな。稲川さんは毎年その階段ツアーをやるわけじゃないですか、うんうん、もう全国回るんですけど、その時に各地方局で宣伝番組というか、なんか、うん、で番宣みたいに出るんですよ、うんうんうん、で、まあ、2つぐらい話するんですけど、はいはいはい、スタジオで例えば町のあるテレビ局で、まあ、バーって喋るじゃないですか、うん、でこれこうだったんですよ、でわーってめっちゃ怖いってなって、で番宣して、はい、 OK です、収録以上です、ありがとうございましたみたいになって、いやー、こらっつって急にスタジオの端っことかに怒ったりするんですよ。それは何に言ってんの。いや、なんかがあってこらっって言うんですよ。それに対してスタジオのスタッフさんが、あ、稲川さん、それ去年もやってましたとか言うんですよバレてるバレてる悪いスタッフいるな悪いスタッフ。そこまでセットにしてるのもあるんですけど、俺が見た時それ言ってて、うわ、めちゃめちゃ面白いじゃん、面白いねめちゃめちゃ面白いパッケージ作ってんじゃん、バレてんじゃん。いや、だからさ、あの、俺もよくこれなんでだろうと思ったのはさ、うん、なんか心霊イベントとかじゃん、ライブとか、はいはい、なんかああいうのやってくると寄ってくるって言うじゃん。うん、じゃ寄ってきたから何なんだって話なんですけどいいね、ちょうだいちょうだい、そういうの。いや、じゃあそれ ないじゃん、それいいじゃないですか、もうないんだから。いや、そうだ、でもなくても怖いですよ、もちろん、うん、そうなんだけど、なんかああいうの面白いよね、うん、本当に。どう、な、匂いってめちゃめちゃ信じてる人が、うん、あの、いて、いや、これむずいんだよな、信じてる信じてないって、うん、その損得じゃないじゃないですか、うん、変な話、松陰寺さんは野球のチームどこが強いと思います？一番強いの、ソフトバンク、ホークス。ソフトバンクが一番強いと思う、うん、じゃあ俺が例えば阪神ファンで阪神が一番強いと思う、うんうん、ってなった時、ここは意見は相違してるけど、うん、で、まあ、戦うこともあるけど、うん、まあそういうもんじゃないですか。そういうもん、だからどっちが正しいじゃない、じゃない、阪神なわけねえだろという気にはならない、はい、うん、でも、いや、ソフトバンクの方がこういう理由で強いとは言えるじゃないですか、うんうん、そういうなんか建設的な議論というか、ほうほう、もちろんこれもだいぶ水かけ論なんですけど、うんうん、なんか意味がある感じなんですよ、うんうんうん、幽霊いるいないは、うん、その比べ戦いようがないというか、確かに、だからそのいる側がいる、いないがおかしい、いるんだよって言われても、うん、いや、
しょうがないんだよ。そうだからこっち俺いない側としてはさ、そのいないものを証明するのって難しいじゃん、悪魔の証明と言われるやつだから、でいることを証明してほしいんだけど、うん、まあできてないじゃん今まで。まあそうですね。そうだからやっぱ俺も信じてないんだよな。なんだろうな、いるって思ってる人にいないっていうことは、まあ、その人を否定してるわけじゃなくて俺は有利を否定してるんですよ、うん、そう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 。でも幽霊を信じる人は別に否定してないです。好きにしたらいいと思う。そう信じて楽しんでくれればいいし、ただだからこのいるいない議論はもうまあ無駄なんだろうな。まあまあ無駄です。これはまあそうかな、しゃあない意味ない。あのいるっつって変なことして人騙す人が多すぎるから、いや俺嫌なんですよ。確かそれはね、だけそれでお金稼ぐ人もいるわけじゃん。いっぱいいる。ね、そうだよ。でもそれで救われる人もいるって考えたらそのお金も正義なんじゃない？その救われるってその金儲けたやつが言ってるだけですもんね。騙されてる人が言ってるだけだから。なるほど。それを言い出したらじゃあ詐欺って全部不幸になってなきゃいいのか、その気づかれなきゃ詐欺ってじゃあそっか罰せられなくなりますよね。じゃあ騙されてるんだったら気づかせてあげなきゃいけないね。気づかせてあげるっていうか、いや騙す行動をやっぱ取り締まった方がいいと思います。確かにそういう多分商材売ってるでしょ。なんかいや物売ってると思いますよ。だからメルカリとかでなんかよくわかんないお守りみたいなのがいっぱいあったからね。あ、まあ、陰謀論的なのもありますけど、それは、まあそうね、電波をね防ぐアイテムとかありますけど、うんうんうん、買ってまあ好きにしたりと思うんですけど、それでやっぱ迷惑かける人がいるんでね。確かに確かに。だから俺も何回か心霊ロケ何回行ったことあるけど、あるんですか、すげえ。ある。でも全然信じないからさ、はい、その相方はめちゃくちゃビビりだから、はい、で俺もその幽霊は信じないけど、はい、暗いとこから何か見えたら怖いじゃん。怖い。それは心霊ではないんじゃん。でも、うん、お化け屋敷のびっくりじゃん、はい、だからそこは信じてはないけど、うん、なんか暗闇からファッてなんかが動いて怖がったりはしたことはあるよ。うん、うん、それは怖いです。それは暗闇が怖いんだから人は。そう。でなんかね、幽霊が近づくと、はい、赤い LED が光るものとか持たされて。やっぱ科学すごいっすね。やっぱあるんだ、読むんだ。いや、カズ笑ってくれよ。幽霊ってものはやっぱそうか、物が実際するな。何らかの磁場なのかエネルギーの場があってそれが反応する科学だ。違う、すごいわ。何もないと緑なんで、はい、で霊が近づいてくると赤が点滅して、うん、本当にやばいと点灯するんだよ。すげえ、やっぱ作れるんですよ。笑ってくれよ。手に乗るサイズバカにしてくれよ。手に乗るサイズできるんだ。そう、あるんだよ。豆電池で動くらしいぜ。あ、まあ、省エネだ。すごいすごいですね。これをさ持っていけとか言われてさ、はい、ボケで言うてんのかなと思って最初分かんなくて、でこう普通に動いてたらさ、うん、分かんないよ、うん、たまたまなんかちょっと暗がりに入ったところで赤になったのよ、はい、もうシュウペイはうわーびっくりして俺はそれにびっくりして、はい、うわーってなったから成立はしたけど、はい、そんなもん持たしちゃダメだよね。そうですね。いやもういやそれどういう意図で持たしたんですかね。分かんない。だからなんやこれっていう、そのそれはもう幽霊っていうものを分析した人がいるわけですもんね。そうだから科学的に、そう幽霊が来るとこういう反応が、空気中にこういう反応が起きるから、それを感知することができるアイテムを作ったわけですよね。その設計図じゃないけど回路図を見せてくれと思って、うん、いやでもこんなも売ってるわけじゃん普通に、うん、それは売ってて買うやつがいるわけですよ。俺持たされてんだよ。まあでも分かんない、これ、まあ、でも気持ち的にはこれのこれがすごいかすごくないかバカバカしいかと、うん、お線香に火つけるのがすごいかバカバカしいかって俺同じレベルだと思いますよ。まあそうやな。ただ歴史があるから、うんうんうん、あの匂いがその、うんうんうん、なんか何らかの意味があるとか思ってるだけな気もするし、はいはいはい、そういう意味でさ、お祓いとかもさ、はい、まあ科学的には何も証明されてないわけじゃん。そう、何もないですよ。でも別にお祓いはダメ。お祓いでもお金取るでしょ。いや好きにしたらいいと思います。やってな、納得するなら。いやでもそれでも意味はねえと思ってます俺は本当に思ってます。まあだからそれは信仰心って難しいよね、そこのね。意味はないけど、うん、それエンタメだと思って言ってるんで俺は。あ、お祓いもだから初詣とかと一緒です。なんかエンタメ、ね、みんな集まってどうでもいいことやるから楽しいというか、うんうん、いやでも変な商材、変なその心霊のものあるじゃん、グッズ。ありますあります。と神社で売ってるお守りも、うんうん、あんまり違いはなくなっちゃうね。そ同じ同じだよね、うん、だから神社は、まあ、一応あのちゃんと売り上げ上げて多少納税してるから。じゃあ、あれ神社って納税してんだっけ。納税します。全部で勝手に全部持ってかれて、あ、なんか丸取りだと思われてますけど、うん、普通に物売った分は納税します。売った分はね、はい、お賽銭はないんだっけ。お賽銭はないんじゃないですか。確かそれ細かく分かんないです。なんかあったらそういう、はい、なるほどな。でか
まあね、行かさせてもらうって別にちゃんと納税してくれれば俺何にも言わないですよ。まあそうかそうか、大概してねえから文句言ってるだけでそれ確かに闇のルートだよな。大概脱税してるから文句言ってるんですよ。まあだから見てみたいけどね、幽霊は一度。うん、まあ見ても見れ無理でしょ。なんか俺もなんかあんだよ、聞かれるんだ心霊体験ないの、はい、なんか俺もだからなんかエピソードとか持ってないと困るじゃないですか。だから俺もなんか一回金縛りにあってさ、はいはいはい、なんかあ目が開かねえっつって息できねえ苦しいと思ってパッて目開けたら、はい、なんか女の人が立ってるの見えたことあんのよ。あ、はい、ただの幻覚なんよ、はいはいはい、別に怖くもなかったし、はい、なんだったらちょっとムラムラしてたから綺麗な女の人だったら、うん、なんかワンチャンねえかなぐらい思ってたぐらいだったしね。だから別になんかその幽霊イコール怖いにもならないんだよな。確かにね、むずいっすよね。暗闇ゾンビの方が怖いじゃん。さあゾンビの方が怖いっすよ、ね、敵対、もう明らかに敵があるわけだから。敵あるよ、ゾンビ怖い、ゾンビの方が全然怖いっすよ幽霊って攻撃してくんのかな、わかんない、してくんすかね。でもなんか昔さ、幽霊に殺された人とはどうせ会えないですもんね、死んでるから。会えない。でもなんか首絞められたとかいるやん、なんか。でもそいつ生きてますもんね。生きてた、殺してないの。ゾンビはめっちゃ殺されてるよ。でもゾンビに殺されたやつも会ったことないからこれに話は同じなんですけど同じ話じゃない。心霊体験ってもう治療派じゃやんないかね。まずやんないっすよね。昔いっぱいあったよな。うん、だもう昔はだから許されたからね。嘘ついても別にみんな何とも思わなかった。だって心霊写真とかも最近あんまないよね。それはないですよ。だってあれもう機械の故障でしょ基本は。なんかあれなんて言うんだっけ、白いの飛ぶやつ。あ、オーブでしたっけ。オーブとか言うんだっけ。はい、なんかね、あれあんなもんね。あれをなんで幽霊って言ったやと思うけど。確かにこうやって人が動いてたら幽霊かもしれないけどさ。まずもうこれもう誰が最初に書いたんだっけ、なんかいるんですよね。井上遠慮かな、なんか書いた人がいるんですよ。マリアモーケだ、マリアモーケ。井上遠慮これ先に書いた人いるんだ。そう、足のない幽霊を書いた人、マリアモーケ。そうだ。でもさ、あ、思い出した、これは本当に怖いなと思ったのは、はい、昔テレビで、はい、なんか人形、五月人形かな、はい、なんか日本の人形よ、日本人形、はいはいはい、あの髪の毛も普通に自末人形みたいな。そうそうそう、はい、あの髪の毛がスーッて伸びる、はい、ほう映像残ってんのよ確か。すげえ。あとなんかその掛け軸にちょっと怖い、こう鬼みたいな掛け軸があって、その目がギョロってカメラ向くやつ。なんかそれ見たことあります。あれはちょっと怖かったけどね。バレてやらせでしょ。やらせな。いや俺あれぐらいやらせでやれよって思いますけどね。でもなんか俺なんか、はい、もっとなんでやらせやんなかったんだろうなって俺思いますよ。あー、できるんならね。そう、なんでもって。でも多分あれはやらせじゃないっていう見せ方をしてるじゃんか、当然。ああ、やらせってそういうもんだけど、うん、あれ目をギョロって動かすのできんのかな、当時のテレビ。できんじゃないですか、全然。テレビできんのかな。できますよ。はあ、あれ覚えてる、なんかあったよね。なんかありました、ありました。あれ怖いなと思った。一番怖かったやつってなんすかね。ポルターガイストは映画さ、映画になる材料になった本当のこうガタガタガタって動いて、あんないるんすか、なんか物が勝手に動くやつ。見たことないです。あるよね確か。あれもやらせなのかな、糸引っ張ってんのかな、こうやってやってんじゃないですか。やってんの、いっぱい入れていっぱい入れてやってんじゃないですか。そうなんだ。やってなかったら今もだって同じの起きててもおかしくないだから。今もそういう番組やってほしくない、匿名リサーチ 2000X みたいなさ。ありましたね、心霊体験を。今本当にああいう映像を見たら怖いって思えるんですかね、我々も。どうなん、だいぶ目は変わってきちゃってるけどね、なんかちょっともしかしたら、うん、はぁってなるのかな。はぁってなるのか、あーってなるのか。どういう感情なんそれ。いやいや、うわこんなんだったんだ。あ、もうじゃあ全く今入ってこないってことだ。で可能性もあるじゃないですか。あー、なるほどね。だいぶだってもうだいぶ信じてないでしょ今。信じてない。だから昔のがピュアだったから、うん、多分高校生ぐらいの時かな見てたのは、うん、なんかその今怪談話の怖いって思うのって映像の方が昔は怖かったんですよ、うんうん、怪談よりも、うんうんうん、確かに信憑性があったから、うんうんうん、でもこれをいくらでも作れるの分かってるから、確かにもう自分で想像の余地が残ってる怪談の方が怖く感じるようになったというか。なんかそうね、お話の方がそうで、もし不都合な部分があっても自分の中で理屈を考えられる、うんうんうん、映像はそこに不都合があったらあーってなっちゃう、がっかりしちゃうから入ってこないのかな。聞いた話とかの方が正直信じる術は俺ら持ってるかもしれないね、うんうん、あの幽体離脱とかもちょっとやっぱ聞き込んじゃうもんな。なんか死にそうになってさ、はい、ベッドで寝てて、うん、でパッて気づいたら自分を上から見下ろしてて、あ、そのまま窓の外からふーって出てって、はい、で誰かに呼び戻されて戻ったんだけど、はい、その病院の窓から出たその景色を見てるんだって、うん、で
自分はその病院に運ばれたばっかりだから、うん、どういう病院の作りかも知らないんだけど何階建てのあの部屋でっていうのが合ってたとかいう話を聞くと、わすげえなって思うけどね。なんかね、いろんな、なんだろうな、視野というか、はい、視野が広いっていう表現するじゃないですか、スポーツ選手まで、うん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 、あれ俯瞰で見るってやつね、はい、本当に俯瞰で想像できる人がいるらしいんですよ、ね、本当の才能ある人。え、その建物の外に出れるってこと？いや、そうぐらいの感覚を頭の中で構築できる人がいるんですよ、ね、はー、なるほど。本当のすごい一流選手とか、で一流選手が気絶、なんか例えば気を失ったりしたら、そういう幽体離脱経験とかできるじゃないですか、うん、そうなのかな。でもその人でも初めて来た病院で、でも入ってくる時とか情報とか、入ってくる時こうだよ、もう運ばれてるから、あ、もう、あ、じゃあ嘘じゃないですかじゃあ嘘でしょ、失礼しました、じゃあ嘘でどうですか、すいません嘘でしたなんかないですかね、周りでいないですよね最近あんま怖い話芸人、うん、それこそあの松原谷さんがね、ずっと怖いの、あの事故物件すみます芸人やってたんですけど、周りでもあんま怖い話する芸人いなくなっちゃったな。一時ね、必ずやっぱ何かの時欲しくてみんな嘘、そうそう、だから数みたいなのが増えたから言いづらくなったんだよ、はい嘘っていう人が増えたから。いやでも俺は怖い話は全然嘘って言わないですああいいいい面白い面白いってめっちゃ聞くの好きだし、自分をいっぱい作って喋るから、だからそれ面白いって言う、面白いとは言うけど、うん、その嘘か嘘じゃないかの判断はしてないわけじゃん、はい、言ってもないし、だってそれ芸人が言ってる以上は嘘なの分かってるじゃんそれさすがにそう嘘つきとは付き合わないです、本当の嘘つきっていうか、その丸々信じてるやつ、本物と俺も付き合わない、さすがに、いわゆる本物、本物とは俺も付き合わない付き合える範囲で、あの嘘をちゃんとうまく言ってくれる人は聞きたいじゃないですか、うん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 、ああすげえそれいいっていうのは。でも結構本物もいるじゃん、いわゆる本物ね、うん、本物いました、俺さすがにあんまりいないな、本当本物たまいるけどな、本物はもういい話なんでしょ、いや話なんだけど、本物に対しての接し方が分かんないのよ、まず、うん、こっちも嘘じゃんって言わせない空気にするじゃん、話すその周りも含めてさ、うん、その辺いや嘘じゃんとは言わないですけど、うん、それどっちでもいいですけど、うん、本物のやつの話つまんねんすよ、うん、あ、なるほどね、そのエンタメがなくなると本物の話つまんねんすよ、あ、なるほどね、本物なんだからうまくやってくれってめっちゃ思うんですよなるほどね、つまんね、物足りねえな嘘の方が全然楽しい、いいねいい、あ、その角度から来たかってやっぱ言いたいから嘘でいい、嘘でやってくれと、本物はね、下手なことをこれが本当だからっていう逃げ口上、下手な本物はな、そうだ、これ何にもない話を、そう、いる、え、めっちゃいるじゃんそういう人、これ、うん、本当にあった話だから、うん、オチとかはないんだけど、だとしたらそんな話すんなよって話なんですよバカかよ、人を集めて何でもない話するっていかれてんのかって話じゃないですかじゃあもうあの人本物やん、もう嘘でいいから、そのなんかうわっと思わせてくれよなんでだよ、なんで何にもない話をそんな長時間かけて喋ったんだよ、めっちゃ YouTuber でいるよ、オーケストラでも聞いてた方が良かったわオーケストラの方が良かった、ね、あ、いやだから本当に人をそれぞれです、めちゃくちゃ上手い人が俺は好きな人、上手い人はね聞いてて話は面白いから、何人か上手い人がいて本当上手いのは知ってるんで、なるほど、そうですね。